ゴールデンチャイルドジェヒヨンボミン、デビューから1年間での変化とは、写真イコールシングルスデビュー1周年を、控えた10人組グループゴールデンチャイルドのジェヒヨン、ボミンの爽やかな魅力あふれるグラビアが最近公開された。デビュー1周年を迎えてどのような変化があったのかに対し、ジェヒヨンは、まだステージに上がる前に緊張するが、少し余裕ができたようだ。余裕ができたのでさらに楽しくなって待ち遠しくなる。日程が多くて体力的に大変な時もあるが、メンバーらと舞台の上で踊って歌ったらストレスが解消される、と明らかにした。ゴールデンチャイルドは最近、週刊アイドル、というバラエティ番組で、2倍速ダンスのレジェンド、と呼ばれ、多くのクリック数を記録した。彼らは、活動前はとにかく振り付け練習、ボーカル練習に時間を費やしている。まだ新人で不足している点が多く、練習量が不足すると不安だ。放送をした後にもモニタリングをしながらずっと練習するので、2倍速ダンスもたくさん愛してもらうことができたようだ、とした。ジェヒヨンは今後してみたいコンセプトに対して、様々な挑戦をしたい。今回のグラビア撮影のように何かを試みて挑戦するのは興味深い。さらに発展した実力で、より多くのコンセプトをやりたい、と話した。ボミンは、今はまだ僕の年齢に合う、明るくて爽やかな姿をもっとお見せしたい。いつかもう少し成熟した後に、コンセプトをパッと変えてファンたちを驚かせたい、と述べた。ゴールデンチャイルドは最近、1ストーンシングル、ゴールデン、SS を出した後、タイトル曲、レッド ME で活発に活動中だ。